はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ本日なんですが、皆さんはウォークライというテーマをご存知でしょうか。ですね、まあ11期、まあ、結構その新しめに登場したカードなんですが、はっきり言いまして、めちゃくちゃ弱いんですよビビるぐらい弱いんですよ。なんか登場した時からですね、なんか11期の恥とか、なんかそのクソ雑魚剣闘獣みたいなこと言われてましてめちゃくちゃ弱いんですよね。そういうテーマ僕めっちゃ好きで、今日はですね、このウォークライっていうテーマをね、ちょっと作っていこうと思ってまして、ランクマ用にチューニングをしてきました。まあどういうテーマかっていうと、マジで、ね、テーマ内にもう1ミリも除去がないんですよ。まあ一応なんかその条件付きで、なんか攻撃した後に魔法トラップ破壊するとか、なんかその効果無効にできるとか、一応ちょっとだけあるんですけども、そのまずそもそも展開力がない、モンスターに展開力がないで、まあ、横に並べても特に何も起きないで、なんかその除去とかがない、基本的には戦闘で相手を突破するしかないっていう、なんかもうあまりにも救済されるべきデッキなんですよね。だから救済的ランキング第1位で書いてるんですけども、まあ、今回はこのテーマを使ってですね、まあ、あんた戦えるようにしてきましたっていうことですね。で、もう一個救うべきカードって、このね、皆さん知ってますか、この神影の女戦士っていうカード。これね、新パックで登場したそのカードなんですけど、これね、新しく登場したこのワンダリングトラベラーズっていう、マジで誰一人使ってないんですよ。本当に UR ですけど、これ誰一人使ってないんですよ。マジで出たら全員砕いてるって言われてますから、まあ、だからこのカードを今回は、まあ、しっかりと使っていく。どういう効果かっていうと、自分の他の戦速モンスターが相手のモンスターと戦闘から攻撃宣言時、攻撃宣言時っていうのも弱いよな、もうダメージ計算時まで使えろよこれっていうね。で、手札フィールドのこのカードを墓地を送ると、相手モンスターの打点が、まあ元々の攻撃力分ダウンすると。だから、まあ、一応効果自体は強いですね、これね。だから相手を戦闘突破しやすくなるっていう。で、墓地のこのカードを除外すると自分の墓地の戦速持続性を回収できるっていう効果がありますと。だからこのカードを使って、そのウォークライたちの戦闘でしか突破できないっていう、まあ、効果を、なんだろうな、介護してあげるというか、そういう感じ。でね、弱点もね、ウォークライってね、打点めっちゃ低いんだよね。なんかその上級モンスターで UR のこいつらが、なんでか知んないけど、なんか最大打点2700しかないの。意味わかんないじゃん。こんならさ、3500とかさ、なんか単純にあってもいいのにさ、なんか26とか27しかないのよ。で、なんか、他のなんか戦士とか、なんかその、戦闘を行うと打点がアップするみたいな、なんかよくわからん、意味不明な発動条件の効果があったりとかして、徐々に、しかも200っていうのがすげえちっちゃい上がり幅だから、まあ、こういうなんか、効果を頑張って使って戦闘突破したいんだけど、これだと無理だから、こいつ入ってるみたいな感じですね。はい。で、あとはまあ、介護カードとしてね、まあ戦士族なんで相性いいんで、かなり、デストロイフェニックスガイとかが入ってるっていう感じで、一応ね、ザ・ロック・ウォークライっていうカードは強くて、これ発動時の効果勝利でデッキからウォークライモンスターを手札に加えるっていうね、効果あって、でさらに自分のフィールドのモンスターが存在しないか戦士族だけだった場合は、バトルフェーズ開始にウォークライ出せるよって効果あるから、上級モンスターとか持ってきてそのまま出すこともできるんですよ。なので戦士族と相性がいいから、今回は戦士族モンスターのエクシーズモンスターとかね、融合モンスターとかが、まあ、いっぱい入ってるっていう、まあ、そんな感じですね。とにかくですね、見ていただいたら分かるんですが、マジでほんと救済デッキなんで、まあ、ちょっと見ていただいた方が早いか。じゃあそこやっていきましょう。デュエルスタンバイ。では11期最弱と呼ばれているテーマ、ウォーができなくてクライするテーマ、ウォークライ救済デッキランキング第1位を使っていくぜ。ちなみにこの救済デッキランキングは当社調べになっているため諸説あり、ハンドはまあ無限包容で止まってくれるデッキじゃないときついですね。なるほど。白の正常エクルシアの効果でデッキから何らかの双剣かアルバスを出してくるが、バクやロイヤルがかっこいい、いやかっこいいけど一回止まってくれ。まずは手札よりトラップカード無限包容を発動。なに、手札からトラップカードだと。無限包容はフィールド上にカードが、表側カードが存在しない場合、手札から発動することもできて、相手の効果を無効にすることができるぜ。よし、止まれ、止まれ。何、天元の流輪なんだこれ。幻霊族のリリースよ、できたら幻霊族が出てくる。なるほど、龍炎、まじいなまじいな、
なるほど、まず一旦バロネス出してから考えるやつか。なるほど、なんだかんだバロネスが出てくる問題は発生中っていうことが。なるほど、それあれか、流送権限のなんか4枚目みたいな感じで入れてるやつか、これ。あれか、転移者、あ、転移者ね、転送権とかって入ってるのか、あれ。うつろなる流輪、でっかく幻霊族を墓地を送る。なるほど、効果モンスター以外のやつがいると墓地を送ったモンスターとはカード名が異なる転移を手札に加えることができる。強いな、それ強いな。なるほど、トークン、ウアーブレイクだみたいな感じか、これ。なるほどな、なかなかアドバンテージを稼いでくるじゃねえか。そして2体のモンスターでシンクロ召喚、出てちゃった。まあでも1滴あるんでね、こちら1滴あるんでなんとかなるんじゃないですかね、これ。1滴あるんでなんとかなる。で、エンドフェイズ来た、オッケー。バロネス探求はまあなんとかなるんじゃないか、さすがに。俺のターン、ドロー。まあ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 悪くはない。そしてこれは1回こいつを出すしかない。やべ、なんとかなんないかもしんない。あ、でもまあモンスター、この効果を無効にしてくるんだったら別に、あの一滴で一滴捨てればいいから、なんとかなるね。デッキから特定のカードを手札に加えていく。これは打点が高いモンスターの方がいいので、まあ、バシレオスかメテオラゴンかどっちかなんだけど、どっちでもそんなに今変わんねえな。まあバシレオスにしときますか、適当に。まあ、上級モンスター持ってきておいて、でだ、フォティア召喚、ウォークライフフォティア召喚、誰やねーん。いや、誰やねーんっていうね。でバトルフェーズ入っていく。バトルフェーズに入り、ザ・ロック・オブ・ウォークライの効果発動。ザ・ロック・オブ・ウォークライは手札からウォークライモンスター一体を特殊召喚。何通るんかい。お、大丈夫かお前、戦闘で破壊されるぞ。シンプルに、シンプルに戦闘で破壊されるぜ。知らねえか、こんなカード、こんなカードの効果知らんか。そしてザ、あ、じゃあウォークライフォティア、あ、待って、ちょっと待って、ここ発動したらあれか、バロネスで無効にできるのか分かんねえけど、ちょ一回それ、これは一回ちょっとスローするか。そしてフォティアでダイレクトアタック宣言値、バシリオスの効果、バシリオスの効果により端子の上で打点を200アップするとかいう、あまりにもあまりにもあまりにもの効果。そしてフォティアの効果により持続性戦士が、戦闘を行うとウォークライカードを1枚を手札に加えることができる。まあ、これ十分まあ強いので、まあ、ディグニティ持ってくる人もないですし、これどうせアナコンダするから、ザ・ロックオーぐらいを持ってきて、で後続を確保していきましょう。そして、メイン2に入るぜ。メイン2、俺は効果モンスター2体でリンク召喚、現れろ。史上最強のウォークライモンスター、ウォークライベルテアナコンダの効果発動。この効果により、フュージョンまたは融合の名前が記されているマジックカードを墓地の送り、デッキから、ディバインガイト、ダッシュガイを墓地の送り、現れろ、ウォークライ、デストロイガイ、よし、俺でだいぶ強いだろ。だいぶ強いだろ、これで。これでエンドか。これでエンドでいいな。やることねえよな、俺。別に。一致的なら大丈夫か。なるほどな。まあ、これがウォークライデッキの悲しみですね。相手だ、ガチなんもしないから、置いといても意味ないっていう。あ、バロネスいいんじゃん、やべえ、率先すればよかった。バロネスいいんじゃん、やっべ。まあでも、一滴とデストロイ、ウォークライ以外がいるから、多分なんとかなると思うんだよね。バロネスいいんじゃん、マジ、マジで、蘇生しときゃよかったわ。なんか盤面全然ウォークライいなくなるけどな、そうなってくると世界終わるけどな。転移の幻想はいいわ、なるほどな。で、転移の幻想でビシュダ効果で戻してこようとするので、まあこれはデストロイフェニックス外の効果を使って爆破するしかない。で、あの水属性のあいつの転移の効果によってこいつもう一回戻ってくんだよな。なるほど、まあそこまではいいだろう。あ、天元の竜輪、なるほど。あ、で源流族を持ってくるやつか。なるほどなるほど、オッケーオッケー。で源流族持ってくるので何らかの、まあ、初動カードになりそうなカードを持ってくることができるとか。なるほど。で爆矢を手に加えると、はいはい。もう一枚なんだっけ、見えてたっけ、もう一枚、もう一枚ちょっとわかんねえな。まあ、とりあえずあのアナコンダはあの一定のコストなんでちょっと置いといて。アナコンダは一定のコストなんで置いといて、で爆弥召喚されてくる、で爆弥効果、
ッケー、なんだそのカード、ちょ知らねえけど、一滴打つわ、一滴打って汎用カードでゴリゴリパワー上げてくからよちなみにこれしないと勝てません、絶対に。ウォークライのメインギミックでランクマ勝てるほど甘くありません。バトルフェイズいいだろ、オッケー、850を受けよう、いいだろ、オッケー、止まってるぞ、止まってるぞ。なんだちょ、あの謎のセットカードなんだ、なんか案件争点では、案件争点じゃねえや、双剣暗転ではなかったぞ。なんだこのカード、わからん。あ、でもなんかあんま何もしなそうだわ。なるほどな、妨害とかではないと、まあ、とりあえず一旦ウォークライフェニックスが出して、オッケー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 、でウォークライフェニックスガイの効果を発動、ウォークライフェニックスガイの効果によってまあ1枚ずつ選んで、カードを剥がしていくぞ。ザ・ロック・オブ・ウォークライと相手のフィールド上の、まあこれは別にどっちでもいいんだけども、まあ一応トラップカードを破壊していきますか。このカードを破壊していくぜ。そしてザ・ロック・オブ・ウォークライの効果を発動、ザ・ロック・オブ・ウォークライの効果によりできたら特定のカードを手札に加えていく、フォーティアを手札に加えていくぜ。よしいいぞ、いくぜフォーティア、フォーティアを召喚、さらに俺は手札で史上最強のマジックカード死者蘇生を発動、死者蘇生の効果によりお前の墓地に存在する最強の戦士族モンスターウォークライとバロネスを蘇生させてもらうぜウォークライデッキとはですね、はっきり言っていいですか、こいつらガチで弱すぎて、マジで、他のカードパワー借りないと、絶対に勝てん。バトルレイズ。さあ、フォーティアで、ダイレクトアタック、フォーティアの効果を、フォーティアの効果により、ウォークライカード1枚を手札に加えることができるぜ。まあ、これは正直何でもいい。そして、このまま、ザ・ロックオンフェニックスガイでダイレクトアタックし、ウォークライトバロネスでダイレクトアタック、うわぁにょわおー、割と悪くないハンドなんじゃないかこれは。あ、このウォークライデッキなんだが、まあ、一応ウォークライを救済するっていう目的で作ってるのもあるんだけども、この新パックで誰一人話題にせず、全デュエリストが砕いていると言われているこの、あの新鋭の女戦士を砕く役割もあるんで、デスピアね、なるほど、あ、エクレシアね、オッケーで、白の聖書エクレシアの効果発動、自身をリリースすることによってデッキから何かしらの双剣かアルバスを持ってくるが、この効果に遅延し増殖筋をぶち込んでいく、ザ・ロック・オブ・ウォークライを使ってウォークライを展開して勝つっていうシーンもあるんだけども、この新鋭女戦士を使って相手のモンスターを先頭で突破していくっていうね、まあ、そういう目的もあります。一応このご時世なんか攻撃宣言時にさ、相手の打点なんかゼロにするみたいな効果なのやばいですよねこの女戦士の効果弱くないですか、なんかいつの時代のカードっていう、これ新しいパックで UR ですからね、これこのカードセッティングされてますからね、めっちゃ来る、めっちゃ来る、めっちゃ来るやん。怪人竜バスタロさんはね、打点がめっちゃ高いですからね。さあ、2体のモンスターで、ドラッグ・ラビオン、なるほど。あ、なるほど。そうやって展開していくスタイルね。なるほど、なるほど、なるほど。で、レベル8の、ドラッグ・ラビオンは、あ、レベル8じゃねえや。ランク8、ドラッグ・ラビオンは、タイタン・ギャラクシーを出すこともできる。で、タイタン・ギャラクシーで魔法カードを無効にする効果を持っている。あ、でも、それは弱いな。あ、弱いな。いけるぞ。これはいけんじゃねえか。これはだな。ザ・ロック・ウォークライがある。まあ、法要あるんで、法要で無効にして、あんま相手の手札いいはずなんか知らないけど、これで、新鋭の女戦士ワンケルが決められる可能性がありますね。はい。これね、必殺のワンケルがあるんですよ。私が開発した。天才すぎて私が開発できたと言われている最強のワンケル方法がありまして、それを見せていきたいと思います。まずは、無限法要を発動。無限法要の効果により、相手のタイタニックギャラクシーを無効にしていく。そしてまずはザ・ロック・オブ・ウォークライを発動、ザ・ロック・オブ・ウォークライの効果により発動時の効果処理で、ウォークライモンスター1体を手札に加えることができる。これによって、デッキからウォークライガトスを手札に加えていく。そして、ウォークライフォティアを召喚、ウォークライガトスはウォークライモンスターが特殊召喚された場合手札から特殊召喚することができる。
これによってレベル4のモンスターが2体並んだぜ。レベル4のモンスターが2体来るぞユーマ。俺はレベル4のモンスター2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚ナンバーズ39、希望をホープダブル。そしてホープダブルは一ターンに一度オーバーレイミットを1つ使い、デッキからダブルアップチャンスを手札に加え、このカードの上に重ねてホープモンスター1体を特殊召喚できる。我が戦いはここより始まる。白き翼に望みを託せ。エクシーズ召喚現れろ希望の使者ナンバーズ39、希望をホープ。そしてこのままバトルフェイズに移行するぜ。バトルフェイズザ・ロック・オブ・ボーカルの効果を発動していくぜ。一応ザ・ロック・オブ・ボーカルの効果によってフィールド上に戦速モンスター、のみの場合、またはモンスターが存在しない場合、手札からウォークライモンスターを特殊召喚できる。現れろウォークライバシレオス。そしてホープの攻撃宣言値、希望ホープの効果発動、ムーンバリア。一旦に一度攻撃宣言を無効にし、攻撃が無効になった場合、手札に速攻魔法カードダブルアップチャンスを発動。ダブルアップチャンスの効果により攻撃が無効になったモンスターはもう一度続けて攻撃ができ、攻撃する場合ダメージ計算時打点を2倍にすることができる。そして希望ホープの攻撃宣言時、深淵の女戦士の効果、相手のモンスターの攻撃力を元々の攻撃分ダウンする。いけホープゲンアルティメットスラッシュ。うわー、ウォークライ最強。このデッキほんまに弱えな、マジで。ウォークライ抜いたら完成するわこのデッキウォークライ抜いたらマジで完成すると言っていい、まあ、逆に完成度は高い。意外とユナイトムーブはもうなんか世界終わるって言われてるんだよな。イグライトムーブは世界が終わると言われているんですが、エクスパラディンを召喚してくるとかなり、これも世界が終わるムーブしてるな。なるほど、イゾルデですか。イゾルデさんもそこそこ世界終わりますよこれ。あー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 、なんかすげえなおい。ヘビーメタルフォースエレクトラムまで出てくる。でアストログラフも当たり前に追加していく。なるほど。でリナルドをバック化して回収して、なるほどなるほどなるほど。でアストログラフマジシャンの効果で出てくると、はあ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 、なるほど。ゴッドフェニックスは強そうですね。さすがにゴッドフェニックスはさすがに強い。バレルロードも出てくるの、強っ。ちょ、何この展開すごいんだけど。なんかワンチャン一滴で返せ、ゴッドフェニックス いなくなるのマジ。いやいや、でも言うて一滴がある、一滴がある、ワンチャン。ワン一滴ある。一滴あるが、ジェットシンクロン飛んできた。ジェットシンクロンも飛んできた。で、シンクロフュージョニストと、ジェットシンクロンからの、あ、タツノコ。なるほど。そうか、手札のやつ、シンクロにできるやつですよね。素材に。フュージョンデスティニー。やべえことしてんな、こいつ。はぁ、あ。はい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 。でシンクロ召喚、バロネスも来たよ。やべ、現代遊戯王の闇みたいなネメシスコリドもあんの、やば。え、これもしかして超雷も入ってる、もしかしちゃうと。あー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 、やばこのデッキ、現代遊戯王の闇モンスター全部並んでんじゃん。いや、ありえんこと起きてる、ありえんこと起きてるって。いや、これ誰が返せんだよこんなの。一滴で頑張るか、一回一滴でワン、一滴でやんとかありませんかね。バシリオスに来た、なるほど。これ一滴でワンないですかねこれ、まあ、一応、まあ、とりあえず一滴しかないな、もう一滴打つしかなくて、でバシリオス捨てて、ダッシュガイ捨ててで、金券捨てて、死者蘇生だけは残しないとモンスターが出せなくなるから、全部捨てんじゃん、全部捨てて、で死者蘇生は一応持っといて、まずデスピニーだろ、でバロネスだろ、で VFD だろ、で、サベージ、でこれすべて効果を無効にして打点を半分にしながら、
これ何こっちかな。あー、これはあんまり関係ないですね。自分の墓地のモンスターを回収する効果は特に今意味がない、意味がない。で蘇生する、死者蘇生して、相手の墓地にはなんか強そうなやつは大していねえな。行くしかねえか、バシレオスで。ゆげバシレオス、バシレオス行ったら何ができんだよ、バシレオス行ったら何ができんだよ、この盤面この遊戯王闇モンスターズに立ち向かってるバシレオス、格好すぎだろ。ゆけバシレオス、バレージ、バレージじゃねえや、サベージしか投げるやついねえか。よし、やることがないぜやることな、やることな、誰が勝てんねんこのデッキ。